ポニーキャニオン YouTube をご覧の皆さん、工藤官九郎です。僕が監督を務めました映画中学生丸山のブルーレイと DVD がいよいよ1月15日に発売になります。この映画は、ごく平凡な中学生が、団地で暮らしている中学生がですね、この草薙君演じるところの下井という謎のシングルファーザーと出会うところから、いろんなことが、平凡じゃない日常がいろいろ繰り返されるという、そういう、映画です。公開してもう半年ぐらい経つんで、劇場では見れなかったブルーレイ &DVD ということで、もうメイキングとか、あと劇中のドラマの完全版とかが入ってるんですけど、プラスですね、ぜひ見ていただきたいのは、この勝也が書いていた妄想ノートそのまんま、サイズはちっちゃいんですけど、そのまんま割と再現した、ブックレットがついてます。あ と, と、スペシャルの方にはパズルも入ったりするんで、より深く中学生丸山を楽しむことができると思いますので、ぜひ、見ていただきたいと思います。笑ってほしいシーンですか、全部ですね。ほぼ全部だと思います。中学生のその考える、妄想の中には、僕が実際に中学生の時に思い描いていた、実はこういうこうなってるんじゃないかみたいな妄想も入ってたりとか、ちょっとエッチなシーンがあったりとか、いろいろありますんで、ぜひそれぞれ楽しんで見ていただけるといいなと思います。以上、工藤官九郎でした。